こんにちは。ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は湯沢屋で一つ税込み217円で購入したコットンエブリーの糸を10個使ってブランケットを編んでいきます。こちらのコットンエブリー、色は白とピンクとグレーのグラデーションになっていて、短いスパンで色が変化していきます。この色の変化が綺麗に出るような模様でブランケットを編んでいきます。こちらの素材はコットン 100% で、重さは 25g、糸の長さは約 82m になります。色番は1番になります。かぎ針は5号針を使用して編んでいきます。それではスタートです。ではまずは輪っかを作ります。輪っかを作り、輪っかにかぎ針の5号針を入れて、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、鎖編みを203目編んでいきます。鎖編みを203目編んでいきます。3目編みましたので、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、このようにして鎖編みを203目編んでいきます。そして鎖編みを203目編みました。こんな感じになります。では引き続きブランケットの1段目を編んでいきます。では1段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます。1、2、3目。そして次の目に長編みを1目編んでいきます。次の目に長編みを一目編んでいきます。次の目、こちらに針を入れて、長編みを一目編んでいきます。そうしますと、このようになっていきます。次に鎖編みを3目編みます。1、2、3目。そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。一つ目の長編みを編んでいきます。次の目に針を入れ、こちらに針を入れて、まずは左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて、2つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編み、こちらに針を入れて、
左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。これで長編みの3目一度の編み上がりとなります。次に鎖編みを3目編みます。1、2、3目。そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。次の目に針を入れ、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編み、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編み、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編みの3目一度の編み上がりとなります。そして間に鎖編みを3目編んでいきます。1、2、3目。そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。まずは1つ目の長編みを編んでいきます。次の目に針を入れて、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編み、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編みに針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして、次の鎖編み、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編みの3目一度の編み上がりとなります。このようになっていきます。そして間に鎖編みを3目編んで、1、2、3目。次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。次の目に針を入れ、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、
1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして次の鎖編みに針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして次の鎖編み、こちらに針を入れて左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に鎖編みを1目飛ばして次の鎖編みに針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを1目飛ばして次の鎖編み、こちらに針を入れて左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。そうしますとこのようになっていきます。1段目は鎖編みを3目編んで1、2、3目、そして次の目から長編みの3目一度を編んでいくという形で、これを端まで編んでいって最後の2目だけを残して編んでいきます。端まで編んでいって最後の2目だけを残して編んでいきます。このようになっていきます。そして1段目を端まで編んで最後の2目となりました。手前で鎖編みを3目編んでいます。では最後の2目を編んでいきます。最後の2目は鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ編んでいきます。最後の2目は鎖編み1目に1目ずつ、こちらに針を入れて長編みを1目ずつ編んでいきます。長編みを1目編みました。そして最後の目も鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。最後の2目は鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ合計2目編みました。このようになります。これでブランケットの1段目の編み上がりとなります。このようになります。では引き続きブランケットの2段目を編んでいきます。まずはこちらの編み地をくるりとひっくり返します。このようにひっくり返し、まずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます。1、2、3目、そして前の段の長編み1目に針を入れて長編みを1目編んでいきます。前の段の長編み1目、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになります。
そして前の段の鎖編みを3目飛ばして長編みの3目一度に針を入れて長編みを1目編んでいきます。前の段の鎖編みを3目飛ばして長編みの3目一度に針を入れて長編みを1目編んでいきます。左の角から針を入れ、そして上の糸2本だけを取り、長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして鎖編みを1目編みます。1、さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。さらに同じ目に針を入れて長編みの3目一度に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。そして鎖編みを1目編みます。1、さらに同じ目に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。長編みの3目一度に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。そうしますとこのようになります。前の段の長編みの3目一度に長編みを3目と間に鎖編みを2目編んでいます。2段目は鎖編みを3目飛ばして前の段の鎖編みを3目飛ばして長編みの3目一度に針を入れて、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを3目飛ばして長編みの3目一度に左の角から針を入れ、上の糸2本だけを拾って、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。そして間に鎖編みを1目編みます。1、さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。そして間に鎖編みを1目編んで、1、さらに同じ目に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れ、3つ目の長編みを編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。2段目は前の段の鎖編みを3目飛ばして長編みの3目一度に針を入れて、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを3目飛ばして、まずは左の角から針を入れ、上の糸2本だけを取り、1つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて1つ目の長編みを編んでいきます。そして間に鎖編みを1目編んでいきます。1、さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。そして間に鎖編みを1目編んで、1、さらに同じ目に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。2段目は前の段の鎖編みを3目飛ばして
長編みの3目一度に針を入れて、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。左の角から針を入れ、上の糸2本だけを取り、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。そして間に鎖編みを1目編んで1、さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。そして鎖編みを1目編んで1、さらに同じ目に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の長編みの3目一度に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。2段目はこの編み方を端まで編んでいって、最後の長編み1目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。端まで編んでいって、最後の長編み1目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。このようになっていきます。そして2段目を端まで編んで、最後の長編み1目と立ち上がりの目まで来ました。このようになります。では最後を編んでいきます。まずは最後の長編み1目には長編みを1目編んでいきます。最後の長編み1目にはこちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして立ち上がりの目には立ち上がり鎖編み3目を編んでおりますので、3つ目の鎖編みに針を入れて長編みを1目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これでブランケットの2段目の編み上がりとなります。では引き続きブランケットの3段目を編んでいきます。まずはこちらの編み地をくるりとひっくり返します。このようにひっくり返し、まずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます。1、2、3目。そして前の段の長編み1目に長編みを1目編んでいきます。前の段の長編み1目に針を入れ、こちらに針を入れ、長編みを1目編んでいきます。このようになります。次に鎖編みを3目編みます。1、2、3目。
そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。まずは前の段の長編み1目に針を入れ、1つ目の長編みを編んでいきます。こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れて2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れ、3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編みの3目一度の編み上がりとなります。次に鎖編みを3目編みます。1、2、3目。そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。まずは前の段の長編み1目に針を入れ、1つ目の長編みを編んでいきます。こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れ、2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れ、3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れて、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編みの3目一度を編んでいきます。3段目は鎖編みを3目編んで、1、2、3目。そして次の目から長編みの3目一度を編んでいきます。まずは前の段の長編み1目に針を入れ、1つ目の長編みを編んでいきます。こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れ、2つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。次に前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編みに針を入れ、3つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みを1目飛ばして、次の長編み、こちらに針を入れ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。
長編みの3目一度を編んでいきます。このようになっていきます。3段目は鎖編みを3目編んで1、2、3目、そして次の目から長編みの3目一度を編んでいくという形で、これを端まで編んでいって、これを端まで編んでいって、最後の長編み一目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。端まで編んでいって、最後の長編み一目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。このようになっていきます。そして3段目を端まで編んで最後の長編み1目と立ち上がりの目まで来ました。手前で鎖編みを3目編んでいます。このようになります。では最後を編んでいきます。まずは最後の長編み1目には長編みを1目編んでいきます。最後の長編み1目にはこちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして立ち上がりの目には立ち上がり鎖編み3目を編んでおりますので、3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これでブランケットの3段目の編み上がりとなります。引き続き4段目は2段目と同じ編み方で、5段目は3段目と同じ編み方で、6段目は2段目と同じ編み方で、7段目は3段目と同じ編み方で、という形で偶数の段は2段目と同じ編み方で、奇数の段は3段目と同じ編み方で、という形で引き続き編んでいきます。そして合計94段編みました。糸の始末をしてアイロンをかけて形も整えました。これで完成となります。今回はフェルトにハンコを押してタグにしています。使った糸玉は合計10個で、サイズは縦が77センチ、横が55センチになります。では最後にソファーにかけてみてどんな感じになるか見ていきます。ソファーにかけるとこんな感じになります。短いスパンで色が変わるグラデーションの糸が綺麗に出る模様でブランケットが編めたんじゃないかなと思います。
今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバーイ。